You never know where you are from. Sail away on a fine
Stop that.
5曲。そう、すごい。あっという間だった。はい、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組、司会の本田道夫と浮世の勇気です。よろしくお願いします。今ランゲージが、準備でこっちに来る間ちょっとおしゃべりをしたいと思うんですけれども、まずあの近況報告など近況報告どうですか。そうですね、とにかく とりあえずライブがすごかった、よかったということをまず言わせていただいて、うん、それはゆっくり後でね、またもう本当、ですね、近況報告はちょっと悲しい報告でですね、うん、ですね、僕今ちょっと自分のライブバンドでね、浮世というバンドやってるんですけど、はい、浮遊する歌というね、あの、はい、ハッシュタグで、プロジェクトをやってまして、うん、去年にですねシングルを世界で1枚だけ、はい、あの作って、それをトランクに入れて、うん、で北海道から沖縄に届けるというね、うん、そのプロジェクトやっていて、ちょっとまあ最初はうまくいってて、こう人からねどんどんこう伝っていってたんですけど、栃木あたりでですね、行方不明に今なっておりまして、探しています、探してますで迷いシングル探してますっていうプロジェクトも今立ち上げてて、で誰かこうその見たことある人とかはね、あのそういう情報をね、あの提供してほしいなと、有力情報をいただいた人たちとはちょっと、はい、あの豪華グッズをプレゼントするということもね考えてますので、ちょっとぜひぜひあの ご協力いただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。そしてですね、ミュージックシェア、はい、なんと私3日前ぐらいに突然コピーみたいなものを、うんうん、がもう降ってきたんですよ。なんか新しい、さらにそうなんです。どういう感じ。なんか3年と2ヶ月かかってようやっと出てきたんだけど、うん、でもすごく簡単で、 いいんじゃないですか簡単な方がねこういうのって。そう、僕も今初めて聞くんですけどね、はい、全国のミュージシャンとリスナーがみんなでシェアする、みんなで作ってみんなでシェアするっていう、うん、ああいいですね、みんなで作る、みんなで作るシェアする、うん、あんまり固まってない感もありますけど、でもまあすごく伝わってきましたよ、このリスナーも含めてね、うん、そう、みんなで作って、うん、ね、全国今、京都と、はい、今仙台の準備をしていて、今日も仙台のあの方が、うんうんうん、来てくださってミーティングしたんですけど、すごいですよね、広がってますよね、どんどん。そうなんです、広げていこうと思って、僕はすごく傍から見てる感じなんですけど、うん、なんかやべえな、道夫さんやってんなって感が今すごいしてまして一員だからね頑張ります、僕も、はい、というわけで、一組目のゲスト、はい、ご紹介いたしましょう、はい、ランゲージの皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、すごかった。ありがとう。すごかった、最高。あ、なんかあのバンドの紹介、はい、そうですね、ね、簡単なプロフィールでよろしいでしょうかもう本当に簡単なのしか用意してないんですけど、国境を越えて愛されるギターシンセサウンドを生み出すバンド、ユニット。これ考えたの掛川さんですか。いや、神様神様ですか降りてきた系ですか。お、うん、あ、そうだ、順番にじゃあ自己紹介だけ、はい、ランゲージの掛川です、はい、です。ギターとかコンピューターです。こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。ボーカルの香りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースの本沢です。ゆきよのゆきさんに似てると言う、ね、そう、二人並んで欲しかった今日初対面で、うん、やっぱ似てる、笑うと特にね、こっち抜いてもらってやっぱ似てるわと思って。いや、僕もね、なんかすごい親近感いや、ほんとなんかおやおやって似てちゃったりすごい、ずっとなんか並べたかった、ね、うん、すごい似てるよね、喋り方のなんかこう、ね、スピードとかもすごく似てて、ね、うん、ああ、うん、びっくり、想像以上に似てた、うん、そんな、でもそんな話をするかあ、すいませんねラゲージは今日5曲やっていただいて、はい、2年半ぶりでしたっけか。2年ぶりぐらいなんじゃないですかね、うん、そっか、うん、なんか意外と時間が空いたっていうか、でも空いた印象が全くなくて、うんうん、多分それは、うん、あのオンラインだ、あの配信だけで、ああ、あの RGB っていうのを、はいはい、3作去年出してるから、間に1年っていうか、あの、うん、なんか、うん、なるほど、クッションがあるからっていう感じかなっていう、うんうん、
全然すごく出してますよね。前そうなんですよ、うん、出します出します、そう、うんうん、そしてあのなんかミュージックシェアも、うん、今日今回3回目で最多出演、もう本当ありがたいことに、どうもありがとう、うん、ありがとうございます。いやいやいや、なんかそんな出ていいの。1回目がだからあの一昨日の教室でやってて、その時にあのスピーカーが炎上しちゃったっていうね、燃えましたね、煙が燃えて、ね、ライブ中に爆音すぎて、そう演奏してる時に爆音だったから、あれ爆音だったのかね、苦情も出たんだよね。素晴らしい、最高ですね。そう、それで2回目がね、なんかあのビッキーさんがもうすんごい泥酔してて、なんかグダグダになっちゃったっていう感じで、で今回本当3度目の正直で、ようやっとちゃんと紹介できたような気が。ありがたい、ありがたい、すいません。いや、それでネクターの話を、お伺いしていこうかなと思うんですけど、はい、これまず、あ、そうですね、あ、うん、8月の5日にリリースされたんでしたっけか、うん、そうです、8月5日です。まだ先月なんだよね、先月、あ、そうだね、そう8月5日、うん、夏にね、夏のうちに出そうっつって、うんうん、やっぱ夏といえばランゲージですもんね、うん、うんうん、うんって頑張って夏の間に出そうって言って、うんうんうん、やっぱコンセプトも今回もやっぱ夏っていうのがあるんですか。夏っつうわけでもなかったんですけど、ネクターって夏の果物、ね、ネクターはね飲み物だって。あ、うん、そっか、神々のね、うん、だってってことは掛川さんが考えたわけではなくて、誰が考えたんですか。ネクターってでもほら、あ、でも掛さん昔からさん、あ、タイトル、うん、タイトル、あ、タイトルはね、そうそうそう、俺です。どういう意味が、あ、なんかね、神々のね、うん、飲み物とかね、ギリシャ神話的にはそういうことらしいです。へー、ネクターって、うん、そういう子供の頃とかね、子供の頃だけじゃないか、桃の甘いんだって感じ、そういうなんかこう話、そういう言われがあるみたいよ、あの不老不死とかね、うん、はあ、うん、それそのやっぱ不老不死、どういう意味でじゃあネクターっていうの、あの不老不死っていうのはまあ関係ないと思うんだけど、うんうん、なんかあれですね、あの開放的な感じがいいなと思って、うん、あのこの間 MC でね、あのリリースライブの時 MC で喋りながら気づいたんだけど、うんうん、あの1枚目とかがね、あの開放的っていうか快楽的っていうかね、うんうん、なんか気持ちのいい音楽で、うん、でなんかだんだんこうやって、なんか結構いろんなこともあって、うん、そんでなんかあの2年前出したアルバムが結構まあストイックだったりとかして、ストイックっつうのかな、テーマがストイックだったりとかして、はい、で今回それをこう一緒に統合できないかなみたいな、理屈で言うとそんな感じ、うん、なんかこう快楽的開放的って、そんで夏のうち出したかったっていう、そう、なんかそういうなんか開放的っていうのがなんかすごいこう、うん、なんか香里ちゃんの歌からもなんか開放感がすごい、開放感出てる、ね、すごい出てて、なんだろう、 前作ぐらいから、うん、あの歌い方の幅がものすごく広がってて、そうそう、なんかね、うん、実験的にいろいろやるようになって、うん、なんか意識的にそのなんだろう、自分でこういう風に歌い方に挑戦してみようみたいな気持ちとかもあったんですか。あ、うん、なんかできたらいいなっていう気持ちもあったんだけど、うん、やっぱなんかそのレコーディングになった時に、まあ、どういう風に歌おうかって、うん、まあ、決めたりするよね、うん、でその時にやっぱちょっとその時間を長く取ってることが多くなったかなっていう気がするかもしれない。うん、なんか特に今日最初にやった4曲目のやつ、うんうんうん、ちょっと UK ロックっぽいのかな、なんかあれ、あ、なんか最後のやつ、そう、うん、あ、最後のやつだっけか、あーって、最後からすごい、あ、最後のやつ、ね、すごい、うんうん、すごいやつ、あれ、あれすごいでしょ。あれすごい、クイーンみたいな、あれキー高いよね、なんかクイーンみたい、キー、本当ちょっと気をつけないとヘイメタチックになっちゃうから、ね、あれすごいね、あんな声出るんだな、ハイトーンいいっすよね、うん、そうそう、香里ちゃんすごい伸びやか、うん、なんかね、おとなしめで最近やってきたから、うん、ちょっとここで一発みたいな、そう、すごいあれがなんか開放感って言葉にすごくこうつながってる、多分あそこに集約されてんのかなと思ってた。あの曲すごい、うん、インストもねすごい、あの曲も含めてなんですけど、はい、うん、ちょっと僕的には世代的には、まあ、オルタナとか、あ、ソニックユースとかそういうのも含めてなんですけど、うんうんうん、すごく好きなんですけど、音的にもそういう要素もあって、ちょっとロックだったり、はい、ガーってギターとかも来てるところで、うん、解放されたボーカルがガー乗ってるんで、ちょっと大好物な感じです、ね、あー嬉しい、はい、もう
最高ですね。最高っていうか、あのもともとその3人で、最初始めてライブの構成も3人だったじゃないですか、うんうんうん、でどん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 なんか人数が増えてきて、うんうんうん、確かに、うん、今日あれ6人だと思って、でしかもなんかあの打ち込みというよりはもうどんどん生の方に向かってる気がするんですけど、それはどういうなんていうのかな、その気持ちの変化みたいなのが流れだよね。流れですね。なんか作った結果もう機械でできなくなっちゃったから、あのみんなでやろうよっつって、でもなんかすごくこうなんだろう、あの音楽には生の方がなんかランゲージは合ってんのかなっていう気がすごいしましたけど、うん、どっちも好きなところがあって、うん、ほんでなんか一昨年ぐらい3作目だから3枚目が結構やっぱそのロックっぽいっすねとか言われるようなやつで、うん、でやったって感じだったんだけど、うん、あの去年ねその反動でシンセだから、そのさっき言った阪神オンリーの RGB っの、うん、出してね、IRBG シリーズってシングルシリーズ出して、もう新生、うん、もう気が済んで、また、うん、で、またじゃあちょっとじゃあ生元っぽくいこうかっていうようなことなのか、うん、そっか、じゃあなんか、まあ、まだ出したばっかりだからあれだけど、次はまた新生、次のなどうなんでしょうね、どうなんだろうね、うん、どうなんだろうね、ミニマルテクノとか、うん、ミニマルになっちゃうね、ミニマルテクノもそれはそれで聞きたいけどねなんかお二人はとみしろっていう名前で、映画とかCM の曲とかを作ったりとかしてるんですけど、うん、なんか最近男二人ね、うん、男2人ね、ザトウエチとかでしたっけか、あ、それはそれは違うか、それあ、そうか、そうだその次次のやつが僕、うん、そうですね、うん、なんか最近やったりとかしたやつあったりするんですか、最近何やりました、最近ねいろいろやってるんだけど、面白い、うん、面白いのって言うと語弊あるよな、うん、ね、本当にね、そうだよね、そこであげる、ね、あげなかったやつはどうだってことだよね、そういうことですよねでも思い出したやつから言ってみればどうなの、思い出したやつ、うんうん、アニメとかね、面白いアニメやつとかね、やりましたね、うん、何でしたっけ、いやだからヒストリーあのね、アニメーター見本市っていうね、面白いんだよね、はいはいはい、はいはい、面白い、うん、配信オンリー面白い面白い配信オンリーでね、いろんななんかアニメのね、うん、作り手がもうそうそうたる人たちがね、うん、短編を作ってるんだよね、それの音楽とかやったりとかして、面白いコンセプトでね、うん、ここで説明すると時間なくなるからあれだけどヒストリー期間っていうやつね、全体なんですか、全体のテーマの曲なんですか、いえなんかねそれ一本一個短編で監督さんがね、ショートアニメなんですね、ショートアニメっていうのか、ね、監督さんがそれぞれこう違くて、で僕らはある監督さんのやつをやらせてもらった、2本やらせてもらったんだけど、最近のやつはねそのヒストリー期間っていうやつですね、一番最近でそれやったやつ、あとなんか印象に残るやつありますか、本当に思い出せないんでねじゃあまあ無理しなくても、うん、なんか本作のあとあれなの、なんかエンジニアっていうかレコーディングエンジニアとか、はいはい、そういう裏方の仕事をして、はいはい、昔はしてたような気がするんですけど、うんうん、今はなんかもう作曲家だし、いやいや、なんかなんかこう裏方もやりますよ本当、うんうん、なんかもうなんだろう、なんかその割合的には作曲の仕事の方が多いのかなっていう、うん、最近、うん、作曲は増えましたねやっぱ、うんうん、それで裏方は少なくなったけど、うん、最近なんかね不思議なことに僕20代の頃はすごくシンセいじるのに呼ばれてたりとかしたんだけど、はいはいはい、本当に15年ぶりぐらいにマニピュレーターとして、うん、プロヘッドとかムーグとか置いてある現場に呼ばれて、はいはいはい、シンセの音を作ってくれっていうので呼ばれて、まだこういう仕事あるんだなと思って、なんか楽しいですねそれは、こんな音作ってくれって言ったらひょいひょい作るんだけど、まあ、3つぐらいの音色作ったら、うん、
終了だからもうすぐ終わっちゃうんだけどそうなんだ、そんないっぱい入んないからね、うん、1曲に音色は。マニピュレーターって結構なんかなくなりそうな職種だったりするけど、うん、なくなったもんだと思ってた、ねうん、あるんですね。そんなこと言ったら失礼なん、うん、なんかマニピュレーターに失礼、そうだよね、うん、かおりちゃんもねなんか海外のアーティストとかとコラボレートしたりとか、そうですね、なんか最近、うん、あのポーカーフラットってドイツの、はい、レベルのダニエル・デクスターっていうアーティストの曲の歌を歌いました。おえ、それは配信されてる、それ8月の末にリリースされてて、うん、聞きたい、カバーなんだけど、うん、そう最近知ったんだよね。最近知ったんですよ、それは他人から聞いたんですよ、出たってこと。俺今知ったの、まあ、うん、買うよ。あ、買ってください。あ、それってあのマイクがリツイートしてたやつかな。あ、そうかもしれない。 あ、私それ聞いたわ、あれいつの間にと思って、でなんかリリースされてないのかなと思ってて、いや、なんかね、8月27日みたいなこと書いてあった。あ、そうなんだじゃあそれぜひちょっとチェックしたいと思います。はい、というわけでですね、ちょっともうあっという間なんですけど、とりあえずあ終了 したよ、うん、あ、しました。もうじゃあ終了です。素敵なライブありがとうございました。ダンケジの皆さんでした。ありがとうございます。はい、というわけでですね、次は徳差健吾くんのクラシックアワーをご覧ください。あ、ん、あ、博士か、関口智弘さんの木の宮博士の研究成果をご覧ください。So that's the ring. I'm in big joy. Oh, he don't have my medicine. In big joy, yeah. Your song is はい、というわけで次のゲストのご紹介をいたします。あ、ヤン&ナオミさんのお二人です。よろしくお願いします。なんかライブ前にあのトークっていうのをちょっとなんか嫌がる方もいらっしゃるんですけども、大丈夫ですか。で、大丈夫です。もうね、ちょっともう決まっちゃってるんです、すいませんというわけでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、っていうかもうね、めちゃくちゃかっこよくてね、そうなんかね、まあ、とりあえずあの演奏のこともそうなんですけど、うん、見た目もね、うん、もうちょっとねイケメンすぎて緊張します。そうですよね僕もあんま隣に座りたくないなっていうあのパターンですよね。そうなんか、今日カメラ撮ってくれてる村本さんが、うん、あのもう存在から音楽がこう聞こえるみたいな、うん、あ、わかる、うん、ことをおっしゃってましたよ。ハードロックやってそうですよね。そうかな。髪長いです。今日の格好は確かにね、うん、ちょっと若干あるかもしれないです、ね、うん、
いや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 、ちょっとじゃあプロフィール的なこと、はいはい、今すげえシンプルで申し訳ないんですけれども、グレート3のねベーシストとしても活躍するヤーンさんと天性の歌声を持つナオミさんによるアシッドフォークデュオ、うん、アシッドフォークっていう自分たちで、いや自分たちで言ってるわけじゃないですよ。あ、そうなんですね、はい、これ多分サンレコの国崎さんが言ってるんじゃないかな。そうかもしれないです、うん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 、と思います。自分たち的にはどう自分たちのジャンルは思ってるんですか。ジャンルは、まあね、ジャンルはヤン&ナオミかもしれない、うんうん、けど分かんない、なんかねあんまりそれにとらわれずにね。確かに必要ないですよ、うん、ジャンルなんて。いやなんかいつもカテゴリーで、うん、あれってお店用にあの、まあね、決めるだけじゃないですか。そうですね。でも 塩ラーメンか味噌ラーメンか分かんないで入れないですもんね、店ね、うん、そうそうそう、うん、だからなんかあの売る側の都合だから、うん、あの作ってる人はあんまりそこら辺気にしてるっていう人いないんですよね、実はね、うん、そうっすね、わ、うん、かる。なんかどうするって、なんて質問したんだ俺はって思いますよね今ね。ミュージシャンなのに質問し、自分もミュージシャンなんですけどね。でも、うん、でも大事だと思いますよ。そのそうですよね、優しい。なんかさ、さっきからキュンキュンしちゃってて僕はどうしよう。ちょっと待って、うん、かっこいい、うん、歌うまい、ギターうまい、性格がいい、どうなってんだもう。性格に関しては分かんない、まあまあ、でもね私は絶対2人ともすごいド変態なんじゃないかなと、うん、あとあこんだけ出来上がってる人が欠点がないわけがないんですよ、うんうん、僕もそう思いますよ。なんか言ってくださいよ。自分の欠点とか。酒癖が悪いです。ああ酔っ払って、okay、 はい、そういうのいいですね、うん、2人とも。あー、ね、うん、まあ、うん、俺よく怒る。マジでよく怒るんですか。はい、いきなり携帯と iPad とかよく投げてるんですよ。本当に。あ、マジですか。気をつけよう。ほらほらほら、 iPad ちゃんと持っとこう。気をつけた方がいいかも。そう、そんな、うん、なんかお酒の話も出ましたけど、うん、なんか2人の出会いが、うん、そのバーだったっていう。こんな人たちが行くバーさ、マジで行ったことないような気がする。どこのバーなんですか。まあ、いや、それ、いや、みんな割とあのルンペンっぽいというか、ルンペンっぽい、いい意味でロマンチックな意味のルンペンで、渋谷の、うん、渋谷にあったんですけど、うん、バーっていうかレストランとバーの間、うん、もうなくなっちゃって閉店しちゃったんですけど、そこでよくあのライブそれぞれ別々やってたり、はい、まあ、他の人もたくさんいろんなミュージシャンの人がライブやってて、そこで会いました、ヤンと。お互いソロで出てたんですか。うん、そう、なんか俺バンドやったりもしてたんですけど、ナオミさんソロで、うんうん、俺ソロでこう対バンっていう日もあったり、うんうん、別に対バンじゃなくてただギター持って歌って飲んでるっていう日もあったり、うんうんうん、でそれが積み重なっていくうちに最終的に2人でやるってなって、うん、へえ、って感じです。お互いの、なんか第一印象とかって最初に会った時なんかどう思ったんですか。覚えてます。覚えてます。お、歌がいい歌を歌っている人だなって思いました、はい、歌がすごい良かった。ナオミさんも超いいですけどね。それすごい綺麗な人いるなと思って。綺麗な人、あで歌も美しくて、うんうんうん、うん、っていう印象です。相思相愛な感じです ね、うん、いやでも本当にリハーサルを聞いてても、うん、もうただただ美しい。確かに2人ともね、声ちょっと見入って聞き入って、うんうん、なんかもう声かけられない感じ。そうですね、だった。でも結構えぐみもねあると思うから、うんうんうん、そういうのもまだいいと思います、うん、そういうこうただ美しいんじゃなくて、うん、ちょっとそういうね、そう、なんかね、奥の方になんかこうもうなんかすごい狂気っぽいものが見え隠れしてて、うんうんうん、っていう、私なんか記事に書いちゃったんだけど、レビューにね、ありがとうございます。なんかもう本当にただ優しいだけじゃないような気がしたんですけど、なんかそのなんだろう、本当にそのネットとか見てるともうただただ美しすぎるみたいな
なんかことがすごく書かれているんですけど、うんうん、なんか自分たちで演奏していて、うん、自分の演奏とか声に何だろう酔いしれることってないですか？うん、なんかその2人でこう歌って、うん、そのなんか滑らかすぎずにいい感じに2人の声がこう泳いだ時にはすごい酔いしれることは、うん、それに、うんうん、その2人のそのなんか一緒に声が踊ってる感じに酔いしれることはあります、うんうん、だと思った。滑らかすぎずにっていうのがいいですね、うん、確かにね、うん、流れちゃう感じじゃなくて、うん、ちゃんと障害物がやあってぐっと流れが、うんうんうん、分かるな。うねりがあるんですよ、うん、2人のすげえ羨ましいなと思っていや羨ましい本当に。うねれない時もあるからね、それは悲しいけども、うん、それがライブだからね、まあ、そうですよね、うん、でも、うん、なんか2人はあの曲作る時どうやって作ったりしてるんですか？まあ、どっちかが元となるものを持ってきて2人で、うん、アレンジしていくこともあれば、うん、完全にやんか俺がだい、まあ、ほぼほぼ完成したものを、うん、まあ、ちょっとライブでやってみようよっていう風にやる場合もあるし、うん、ギターとか、まあ、セッションしながら作るっていう時もたまにありますね、うん、じゃあ完全にほぼ全部のパターンあるってことですよね。そうです自由な感じですよね、うん、なんかすごい日本にいないタイプだなと思うんですけど、うん、どういうその音楽に影響を受けてきたりとかしたんですか？うん、この質問ね、僕されるとすげえ苦手な質問なんですけど、私も苦手だわ。これ一番本当にいつ聞いても超大好きなのニール・ヤング。ナオミさんは、うん、いや僕は音楽は特に思い入れが強い音楽ないんですよ。だからヤンのソロとか、うん、俺のソロとか、うん、ヤンとナオミを結構聴いてます、うん、へえ、結構自分好きっすね。でも自分の曲とかできたばっかりの時って超聴かない、うん、なんて天才的なみたいな、やったーみたいな、ね、はい、うんうんうん、超良かった時は聞きますね。死ぬまで続けばいいのになって思うんですよね。もうもうなかなかそういかないからね。何なんだろうね本当にね。でも超聞く感じは分かる、今日のあれ聞けば、うん、今日だからね絶対ランゲージもそうだよ、ね、うん、そう絶対自分たちの聞いてるってすごいできた時とか、うん、ねえ、うん、なんかそうなんだよなこれちょっと僕らって言っちゃっていいですか、うん、はいはい、だらだら喋ってていい、うん、そろそろ寝ようかなとか違うことしようかなと思う人ちょっと絶対ライブ聞いた方がいいと思うんで、もうちょっともうちょっと待っててください。ぜひやばいんでね、やばい、もうちょっと待ってて。本当になんか嬉しくて、生で聞けるし喋れるし、うん、今度飲みましょう。そしたらお、いいんすか、いいんすか、いいんすかやったちょっとマジで喜んでる自分がちょっと恥ずかしい、うん、はい、そうですね、あとそう、なんだろう、そう、今日初めて、今日っていうか初めて知ったんですけど、テラスハウスで曲使われてたんですか？なんか流してくれたみたいなんですよ。はい、知らないで、なんとなく勝手にですか？いや、うん、そんなこと絶対ないって、うん、そう、こうプレゼンテーションしていただいたのか、送ってくれたんだと思います、その、うん、なんかそういう、うん、あれに、あ、その反応っていうか、うん、なんかあったりしましたか？なくね、YouTube のビュー再生数が増えました。へえ、どんぐらい増えました？忘れたっすけど、へ、うん、そうだそうだ、ね、僕たちの曲使ってくださいってなって使ってくれたんだよね、うんうん、そうだよ、そうだそうだ。お、あ、じゃあ自分からというか、その、送ってくれたんですよ、うんうんうん、優しい人が、へー、優しい人優しい人がそっか、
で、ヤンさんはあのグレート3のベースもやってるんですけど、うん、はい、もう全くこうタイプが違うと思うんですけど、そうなんかその、うん、なんだろう、自分の中でそう切り替えっていうか、うん、なんかこうどんな感じなんですか、そのタイプの違うことをやるっていう。そんなにあんま考えてないかも。考えてない。でも、うん、なんかあの楽しいですよ全部。うんうん、まあね、うん、それはだって楽しいとも思わなかったら多分なんか続いてないし、そりゃそうですよね、うんうん、でなんかそのあのバイト2個掛け持ちみたいな感じとちょっと違うから、うんうん、例えば、ね、結婚式場でバイトするのとゴミ収集車やるのって、うん、だったら明日ゴミ会は明日また結婚会はみたいになるけど、うん、そういうのはないかも。どっちも楽しい。どっちも楽しい。なんか例えがすごい面白い。そうですね。バイトで例えるんだと思って。ね、雰囲気とかでも基本的には柔らかい感じなんですか、今日みたいに。それともグレート3の時にはいきなりこう、うわりゃーとかなったりする。柔らかいですよ、グレート3でも。あ、そうなんですね。多分、どうなんですかね。結構じゃあ冷静な感じ、うん、いやむしろこっちの方がウォリアってなってるかもしれない。あ、そうなんですか、うん、へえ。多分そっか、なんかね不思議なオーラをね。靴かっこいいですね、すごい。確かに、うん、マジですか。全然ありがとうございます。僕これで毎日ランニングしてるんです、あ、そうなんですか。解雇みたい。あ、確かに結構、まあ、細かいね、最近の技術はすごいですよ ね、すごい。靴の話ですか。何の話やねん。いやこれすごいすごい、みんなあの見てみて、かわいいの、ね、そうなんですよ、うん、これはね結構高いんですよ。うん、高そう。1万8000円とかするんですよ。リアルな数字ですよね、うん、まさか発表すると思わない。そうですか、うん、なんかすんごいいっぱい聞きたいことがあったんだけど、めっちゃなんか抜けていくね、うん、うん、なんかこう見てるだけでいいみたいな。そうなんですよね。どうしよう、なんか質問して。最初は僕完全に女性だと思ってたんですけど、はいはい、そういうことはよく言われるとは思うんですけど。あ、何歳から髪長いんですか、とか。髪はずっと長いんですよ。もう中学校とか。中学校の時も長い時ありましたけど、まあ、短い時ももちろん あるんですけどね、はい、ここ最近は長いですね、ずっと、うん。そうなんです。それは どうなんですか。キャラ的には、はい、そのどういう感じを。いや別にな、特にすごい答えづらい。そうね、確かに聞いてて申し訳ないな。そろそろ髪切ろうかな。ナオミさんっていうのは本名なんですか、はい、いや、あの、まあ、バンド編成だったことがあって、うん、でそのバンド名をナオミっていうバンド名をつけたんですよ、それでそのバンドはずっとやってなくて、うんうん、一人でライブやるときにどうしようかなと思ってナオミにした、うんうん、そのバンド名のままで、はい、そうだったんですね。じゃあね、なんかさ、うん、じーっと見ちゃうから、うん、なんかライブやってもらおうかな。やりましょう。ですね。もうでもこれが始まったらもう終わっちゃうっていうのがなんかもう寂しいというか、こうもったいないというか。ライブの後にもう一回話したいぐらいですけど。ね、本当にね。うん、ちょっとなんかもう、うん、まあでも俺も髪切りたいかも。俺も、ね、あ、切っちゃいますか。超坊主にしたいそれ。なんでですか。あ、でも坊主も似合いそうだけど。あ、でも坊主も似合いそう本当に。なんかもっと。ツンチ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 って感じ。嘘、四つ打ち。四つ打ちな感じで。いいっすね、うん、ちょっと準備してもらおう。はい、じゃあライブの方準備お願いします。お願いします。で、あの準備をしていただいてる間に、徳差健吾くんのクラシックアワーをご覧ください。はい、クラシカワでございます。今日はちょっと音を出したいので、でここにしか楽器がなくてカメラが固定なので、すいません、すごくこの空間がね余ってるっていう、こんなに余った空間を
配信する意味ですよね。本当に申し訳ございません。クラシック音楽を、まあ、いろんな国の作曲家いますけども、もうすごく雑なんですけども、二つにしか分けちゃいけませんという場合には、ドイツものとフランスものというふうに分けることができて、でまあそれも大きく言えば、やや古代妄想的に言えば、人生や生き方、人生観というものもまたドイツものかフランスもの、ドイツ的な生き方、フランス的な生き方というふうに分けることもできるんじゃないかと言ってて、ちょっとそれはでかすぎるかなっていう感じもしてきたんですけども、ドイツ的ってのはね、どういうことかっていうと、クラシック音楽なんかを勉強するときに最初に音階練習をね学びます、まあ、こういうドレミの世界をね練習するさせられるわけですけども、それが一段落するとまずバッハをやりますね。でこれはバッハってのはドイツです。ドイツ的なるもの、それは構築ってことですね。形の世界、これは構築ってね、よくクラシックのことでこれね構築的なんだよねなんていう話をして、え何それっていうふうに言われるわけですけども、構築ってのはこういうことです。これが右手がやってることなんですけど、これ本当ねカメラの位置が悪い。これ左手がやってるんですけど、これ追っかけてるわけですね。同じ形のブロックをこう組んでいくっていうね、建築的な感じ、同じ素材のもの、一つの素材のものをこうたくさんいろいろ敷き詰めていったり発展させることで、時間的な構造物を作ろうっていうね、そういう発想、バッハすごく強いです。でそして多くのその後のドイツ系の作曲家の人というのたちは、そういう構築性っていうのをものすごい大事にして、作ってきたと。でそこに美しさがあるんじゃないかと、崇高さみたいなものが生まれるんじゃないかっていうような価値観みたいのがあります。一方でじゃあフランス的なものは何かっていうと、まあ、前回もドビッシーだったんですけど、これもドビッシーで、さっき音階練習をしたっていう、でここからこういうね、バッハの形の世界に入っていくわけですけど、ドビッシーは、こんな風になります。でここにおいてね、このゆっくり弾くと、ここにはねあんまり形の意味はないわけですよね。バッハのこれはもう1音1音の連なり自体がすごい大事で、そこに意味があるわけですけども、ドビッシーの場合はこれには意味がなくて、この響きに溶かしていくってことですね。色彩になっていくと、音の列、音の連なりが色彩を作っていくと、こういうこういうメロディーっていうことではなくて、こういう響きを作る色彩の世界なんですと、それが美しいんですという世界があって、僕は未だに悩んでるわけですね。悩むっていう、悩んではいないかな、形をめでるのか色をめでるのかってことですね。形の世界のドイツもの、色の世界のフランスもの。でもこれはすごく雑です。だってフランスにもすごく構築的な音楽があるし、ドイツのバッハの音楽だとそれは色彩がある。なんだけども、極めて雑なんだけど、二つに分けるとしたら、形をめでるのか、色をめでるのかと。で、これは、こういろんな局面、まあ、人生でも何でもそうだと思うんですけども、色彩的なふわーっとしたものをめでていくのか、それとも、横のつながり、時間的な横のこれをこうしたから次がこうなって
だからこうなったみたいな、そういう論理的な帰結とか、そういう時間のこう推移そのものにこう価値があるのか、それとも瞬間太陽がうわっときた美しいそれで OK とするのか、で結構分かれますね。ですのでこのいろんな局面にドイツ的なものなのかフランス的なものなのかっていうのはね、未だに僕はこう揺れ動きますし、まあそこが面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。まあちなみにそれをね、ドイツ的なものとフランス的なものを使用させよう、ね、両方をこうしっかり立てようっていうのをブーレーズなんかがすごく頑張ったっていう、なんかそういう難しい話はまたいつかしたいなと思います。いらっしゃいませ。Portrait of an artist.
Please stop.
ありがとう。電車とかで見れるのかな。電車で見てたらめっちゃ面白いの。電車でこれ携帯で見てたら。My green kite forever in my dark room.
Until you break my heart. You fucking over. I've got you fucking over. I've got you fucking over. Say hey, hey. Save the grave and save your daughter and the monsters from the wonder. I've got you fucking.
Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございます。本当に素敵なライブですか、はい、あ、じゃあランゲージさんもこちらにお越しください。いや、贅沢な夜でしたね。すごかったですね。すごかったね。今日はレベル高い。すごい。今日も。あ、トークマイク。あ、すいません、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、うん、ちょっともう本当にしっとりと。はい。しんみりと、ね、たまにはしっとりと終わりたかったんで、はい、なんかねじんわりきました。気持ちよかったね、番組というか今日あのどうでしたか、ここのスタジオとか。あれ出てる、入ってるから。そう、レッドブルのスタジオすごい。めっちゃレッドブル2本飲みました飲み放題ですからね、うん、ありがとうございます。超楽しかった。よかったです。楽しかったです。そう言っていただけると本当にやった甲斐がありましたね、はい、ランゲージさんも今日どうでしたか。あ、楽しかったです。やりやすかったです。なんかやっぱり音が違うって感じでした。奇跡の部屋ですよね、ここ。そうですね、本当に、うん、ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。なんかお二方あの言い残したこととか。あ、そうだ、なんか告知とかなんかそういうのがあれば。じゃあまずは、レコーディングして、でもまだ多分できないからそれは置いといて毎月第3土曜日にカラスってお店でバーで、富ヶ谷っていうところにあるカラスっていう、うん、夜な夜なあのライブやったりパーティーしたりしてるから、よかったら、遊びに来てください。遊びに行きます。はい、お願いします、うん、ぜひぜひ。またメールします。それはい、ジャランゲージさん、何か。10月10日に、うん、あの熱海のカフェロカというお店で、その話すんの忘れてた。そうだね、あの道夫さんの、はい、私のあのやってるユニットと、はい、奏でっていうユニットとランゲージとで、はい、熱海でライブやります。ぜひ皆さん、あの熱海に温泉ついでに、はい、遊びに来てください。いいですね。はい、そんなところですかね、はいはいはい、ありがとうございました。本当に、ヤン&ナオミさんとランゲージさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。来月はですね、あのちょっと今月もよかった、なんかあれなんですけど、来月声の特集ということで、うん、松平隆さんという現代音楽 の、 あの歌って声楽の方と、ハチスノイトさん、うん、この方 も、 あのもういろんな歌い方でこう自分でね ルーパーを使って重ねて、パフォーマンスされる方なんですけど、こういうの特集でお届けしたいと思います。はい、っていう感じですかね、はい、最後にちょっとツーショットでこのあ、本当だ、並んでる。やっぱ似てるよね。似てるかな、うん、この笑い方が多分似てると思うんですよ。あとね、掛川さんがここにいるとなんかいいんじゃないかなって。背丈的にね、なんかスタイルの良さが、うん、スタイルがいい。今日スタイルいい人だらけ。だくね、恥ずかしいわ、恥ずかしいわ。また締まりのない終わり方を。というわけで来月もまた見てください。ミュージックシェアでした。またね。ありがとうございます。I trust you.